どうも皆様ご無沙汰しております。今回もシャイニングフォース神々の遺産実況していきたいと思います。前回ね、このすごい水着をタオちゃんゲットしちゃったんですね。で、前回チップちゃんがハヤテのリングですね、使っちゃったらリターンが発動してしまいました。持ってるだけでは効果がないということで、武器を装備した後にこれなんとアクセサリー装備するところ出るんですね。というわけで、持ち物を渡すで、今までゴングくんが持っていた力のリング、これもしかしたら別の人持てるんじゃないかなということですね。というわけで、攻撃力が低くて頑張ってほしい。アモンさん、バルバロイさん、どっちにしようかな。アーサーでいけるんじゃないかと。まず武器を装備した後にできるゴング君どうするよ次から。あいつらまだ残ってたりするかな。戦闘後は残ってたけど、さすがに残ってないか。じゃあじいさんに月光石を預けてくるかな。ほらじじい、月光石だよ。早く薬を作るんだよ。お主、月光石は持ってきたか。誰が落とすか。なんとまだ手に入らんか。それではザッパ様の野獣の心を抑えることはできないぞ。やっぱ野獣の心はね、なかなか抑えられないものだと思うんだよね。こんなもんじゃ抑えらんないよ。それはまさしく月光石。早速月の雫を救って死んぜよう。ちょっと噛んだけど、ほれできた。こいつさえあればザッパ様も元に戻られる。月雫、めっちゃ噛んだな。でもこれでザッパ様を元に戻せると。逆に戻さずに戦ってみたいけどね。で、大人たちが戻ってきたはずやから、町の人の話も聞こうぜ。うわ、一晩でってか一瞬でめっちゃ広くなっとるやん。見ておくれよこの広い家を、うちの旦那が作ったんだよ。お父さん、何、重機でも使ったんかな。俺が帰ってきたことより家が広くなった方が嬉しそうでさ、複雑な気持ち。そうやな、でもいることが当たり前みたいな、当たり前の幸せをかみしめてたからな。ちょっと何言ってるかよくわからないですけども、特に変わったところはなかった。あれ、本棚見れないけ、これもしかして。なんだなんだ。ほら、みんなを助けてくれてどうもありがとう。縁やで、金をよこせ金を。ああ、よかったなお嬢ちゃんの。わーい、お父ちゃんが帰ってきた。あたい嬉しい。あたいっていう系の可愛い子や。いいな、ありがとうございます。あなたのおかげで娘の顔をまた見ることができました。こいつは自分どこで働いてたんやろな、こいつら。誰一人ルーンファウスト軍以外は誰一人姿見えんかったけどな。あー、出た出た、アイテムを。やあ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 や。ゴーキチじいさんと来たら、研究中は話しかけても全然聞いてくれないの。変な道具に手を出すとすぐに気がつくくせにね。なるほど、研究家なんだね、ゴーキチじいさん。ゴーキチじいさん、あー、人増えてるわ。ゴーキチ先生はすごい。ずっと昔から空を飛ぶために研究をしているのです。ライト兄弟的な。僕はゴーキチ先生を尊敬してずっとお手伝いをしているのです。だから僕もすごい。わっはっはどういうこと、少し威張りすぎました。手伝いぐらいな誰だってできるやろ。ブツ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 、おお、めっちゃ日本人や。ジブリ映画に出てきそう。こらー、人の大事な道具に汚い手で触るんじゃない。すいませんでした。お、お前を見かけないやつだな。ちょうど新しいウィングが完成したところだ。お、いいやん。50年の研究の成果だ。見物人は多い方がいい。お前も見ていくがいい。外に出て待っていろ。わしのかっこいいところをたっぷり見せてやろうじゃないか。めちゃくちゃでかいけど、こんなんで空飛べるんですか。他のウィングとかは、ウィングっていうか他の装置は、お本よく見ているよ。もうすでにちょっと飛んでるやん自分。行くぞー、ゴーキチ先生。あ、すげえ、あ、すごいすごい、飛んでる飛んでる。てっきり3マスぐらいって落ちるんかと思ったけど、結構なこと飛びますやんか。ほんでもって足元の瓦礫、あー、今度もダメだった。すごかったのに惜しかったなー。こう、貴重しかったなぁ。持ってこうぜ。ダメか。ゴーキチ先生はダメだ。空なんか飛べるわけないのに、バカな研究に入れ込んで。だから僕もダメだ。とほほー、ちょっと弱気すぎますか。なんだこいつは。なんだこの極端なやつは。今、よし。私は昔、ガーディアナ城で働いていたんですよ。え、ガーディアナが
ムーム、ニックキア、ルーンファウスト、マックス殿、私も仲間に加えてください。よろしいですか？ええよ。本陣に薬草を届け、そしていらないアイテムを処分する。そんな係を君に命じよう。待てよ。私はバスト奥に守らねば。マックス殿すいません。また次の機会にいてく適当なことを言うんじゃない。女！女！なんやねんお前は。いい家の方を選んでみるか、せっかくやから。あー、ちゃう。ごめんなさい、ごめんなさい。すいませんでした。いいえと。断る！そうですか。それでは私はバストークを守ることにしよう。どっちみちやないか。マックス殿必ずや、ルーンファウストを倒してください。言われんくても倒すよ。女！どけよ。またちょっと閉じ込められそうやったし。なんなん、あの人。あ、こっちか。折檻される言うてたな。男たちが戻ってきてよかったよかった。これでザッパ様が元気になったらもう言うことなし。なんだけどね。任せろ。野獣の心は俺が抑えてやるから。敵を倒してくれたの？わあ嬉しい。これでやっと折檻されなくなったのね。上行ったら先進みそうやから、ちょっとこっち先行こうぜ。なんだっけここ。教会か。いらねえや。で、こっちか。あ、本陣ですね。どっちだ？どっちだ？どっちだ？先にこっち話すかい。彼女は誰よりもザッパ様を心配しているのだ。あ、恋してらっしゃるんですね。だがあなたにこれ以上の迷惑をかけられない。それで悩んでいるのだ。どういうこと？何悩んでんの？男たちを助けていただき、どうもありがとうございました。あとは。いえ、何でもありません。本当にありがとうございました。ザッパ様のことね。大丈夫、俺は直すつもりできたからな。任せろ。ザッパも救う。町の人も救う。ザッパ様を助けてあげて、ステトラ様に月の雫を作ってもらう。作ってもらった。で、あとは、こっちか。ザッパこっちやったけど、ちょっと上の人行こうぜ。ザッパは最後でええやろ。あ、登り切ってるやん、あいつ。バグじゃなかったんだね。ルンファウストの動きが変だぞ。一本橋の向こうにバカでかい目玉の化け物を運んでる。目玉の化け物。一体あれは何なんじゃ。目玉の、こんにちは。私は冒険家の冒険です。ついに私はやりました。冒険って前どっかであったよね。この山を登り切ったのです。いやー、実に気持ちがいいですね。あなたもやってみませんか？いや、別に俺は興味ないけどな。ボルダリングとかな、体鍛えるの好きじゃないし。冒険ってマナリナかどっかであったんだっけ。懐かしいな。また出てくると思ったけど、まさかこんなところで出てくるとはな。お願いでございます。ザッパ様をお救いください。任せんしゃい。牢屋の扉を開けます。よろしいですね？大丈夫、体力も全回復や。それでは気をつけて。ザッパ様お願いします。任せろ。月の雫をぶっかけてやるぜ。あベッド2個もいらんやろお前は。1個でええやろが。なんでツインベッドやね。うるるるるるるる、この私になんだよと。これに買うな。たまらくもこの牙で貴様の体を切り裂いてやる。え、あ、そうかそうか、使う系ね。使う、上か。イエーイ。ザッパの喉に流し込んだ。無理やり飲ませたんやな。噛みつかれそうやったのに。おう、なっ、鉄に苦い。お、これはどうしたことだ。心が現れていくようだ。獣の心が静まっていく。ああ、やっと野獣の心を抑えることができた。あなたは私の恩人だ。ひょっとしてあなたはマックス殿ではありませんか？あはは、有名だな。とどろいちゃってるか。やっぱりそうだったのですね。こちらによかったら助けるようにと。こちらに寄ったら助けるようにと、マナリナのオトラント様より手紙をいただいていたのです。手紙か、便利やな。それなのに助けていただくとは。このご恩返しは戦場でさせていただきましょう。やった、仲間になった。使おうぜ、ザッパ使おうぜ。私は一足先に本陣で待機しています。押すなよ、絶対押すなよ。押すなって。助けたで。ザッパ様はワールフの戦士。森の中の戦いでは誰にも引けを取りません。へえ、森の中での戦いあるかな、今後大丈夫かな。ザッパ様が助かった。え、あなたたちと一緒に旅に出るの？寂しいな。そうやな、領主だったのにこんなあっさり出てええの？ザッパ様までお救いくださって本当にありがとうございます。縁やで。金よこせ金を。なんと、それは本当ですか？ザッパ様が正気に戻られた。ああ、それは何よりのことじゃ。なんですと、ザッパ様があなたたちの仲間になってバストークを離れると言われるか。仕方ありますまい。ここは我らだけで守ります。いつかそういう時が来るんやで。
一人に頼り切っちゃいかんのやで、大人が何人もおるんやから。いや、お前のおかげでザッパ様助かったわ。おお、ザッパ様が救われたか。えへん、わしの作った薬のおかげじゃな。ああ、それだけなんだ。もっと誇ってええと思うんだけどな。えへんどころじゃなくて、あのじいさんが漁師になればいいのに。違う違う、じゃ女ちょ、なんなんもう。森での戦いは進軍に時間がかかり消耗戦となりましょう。地形の効果を考慮の上戦うのが得策かと。次森なんだね。ってことはザッパ様使おうぜ。ザッパ様はまだ軍に入ってないからこっち側にいるはず。いた。やあザッパ様。シャッシャッシャッシャ。これ笑い方なのか爪を研いでるのかどっちかやな。爪は俺の武器だからな。普段からの手入れが肝心だ。惚れ惚れする爪だぜ。爪でした。誰外すかね。誰外して誰を入れるかな。他のメンバーたちはおそらく話変わってないと思うんで、持ち物じゃない。ザッパ様の能力見ようぜ。ダーツよ。レベル9やし。攻撃28、めちゃくちゃ強いやん、ザッパ様。それは一人で村を治めますわ。いや、入れ替えましょう。タオちゃんはね、水着見たいからね、連れて行きたいよね。ディアーネ外すかい。早速やけど。で、バルバロイにもちょっと参加してもらいたい。で、代わりに、アモン今回外そう。で、あ、でもレベル6二人やな。レベル6の人たちを入れてあげたいから、ケン君、君が外れるんだ。で、アモンを入れよう。9か、9は高いよね。ザッパも高いよね。バルバロイめっちゃ低いじゃん。7の強い人。めちゃん外すか。めちゃん外すかい。めちゃん。君に決めた。はぁ、見て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 。こっちのグラフィックも変わるんじゃん。あはは。あれ、なんか、カーソルの音も変わってる。ピロリロリロリロってなってるね。後ろから、後ろから。わーこれはすごいですわ。バルバロイ、バルバロイ。この翼が折れるまで戦い続けましょう。空の王者の誇りにかけて。めっちゃかっこいいやん、バルバロイ。そりゃアモンも惚れるわな。我々ワーウルフは戦うために生まれてきた。常に戦場に出ていたい。それワーってついてるもんな。で、他の人たちを。キュッキュビヨヨンの人はいいから、ケン君とメイちゃんの話を聞こうね。1、2、1、2。私は屈伸運動してるの。体は鍛えとかなきゃね。屈伸するんや。下半身馬なのに。やっぱ強靭な脚力が全てを物語ってるんだな。マックスさんには悪いけど。マックスさんには悪いけど、いろいろな国を旅するのはとっても楽しいです。ああ、そうやな。そういうところで心を、英気を養ってくれ。の戦闘は揃っててみんな話しとけよ。ザッパ様はあんたたちと一緒に旅に出るんだって。寂しいけど我慢しなくちゃね。ザッパ様は我々シャイニングフォースの下でバリバリ働いてもらおうじゃないか。一戦闘員としてな。お、ご覧なさい、マーク署の定期軍は我らを一本橋に行かせまいとしておりますが、我らはシャイニングフォース、あのような敵どもは蹴散らしてしまいましょうぞ。すごい荒々しいな。てかザッパ早いな。ザッパ強くね。レベルが高いのもあるけどさ。で、今回の敵はスケルトン、うん、ハンターエルフ、うん、で、前回全く動かなかったリザードマンとプリーストと、うん、あーっと、なんかいるぞい。ペガサスナイト、いいな。俺らもペガサスナイト欲しいな。ケンちゃん羽生えんかな。こんなもんか。うん。で、一本橋ってこれですね。ここまでたどり着けば勝ちかな。まあ、全員倒してしまいましょうと。で、
動くね。さすがザッパ様だ。あ、いいね。いいですね、タオちゃん。で、バルバロイとアモンがね、めちゃくちゃ弱いからね、ちょっと後ろの方で待機して飛び出して攻撃してもらう感じにしましょう。で、アーサーに持たせてたはずの力のリング、こっそりとね、アモンかバルバロイ、バルバロイじゃないね、アモンの方に持たせてますね。それで攻撃力がやっとこさ20、バルバロイは16のままですね。1ダメージしか与えられないんじゃなかろうか。大丈夫かな、アモンとバルバロイ。超人好きなんだけどな、そういうとこやねんな。ゴング君は今回力のリング取り上げられたからな、大丈夫かな。さ あ、ハンターエルフ動くね、やばいね。さすが森エルフやね。やっぱエルフは森での機動力は下がらないんだよね。今回アーサーがめちゃめちゃ動きづらそうな感じになると思うわ。いっちゃえいっちゃえ、行くぞ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 、どうするどうする、やっちゃえ日産。せいや、あー勝った、ブリンブリンに勝てえわ。あ、やった、レベル上がった、ナイス。防御2ポイント素晴らしい、素早さ1ポイント、 HP とか伸びてほしかったな。まあまあまあ、縁やで、まあ縁やで。アーサーがね、頑張ってくれるよ。パワースピアやから。ヘビースピアだっけ。よいしょー、ほら3ダメージ。マックスと同じダメージ与えれるからね。これだけでめちゃくちゃ革新的やぞ。さあ、強盗おじいちゃん頑張れ。うん、うわー、いいねいいね。3ずつのダメージ。敵硬くね？全然やで、3ずつって。あ、動かない。動かないんだ、あいつら。え？自分？え？そんなことすんの？薬草持ってたんだ。気づかんかった。敵の持ち物とかね、意外と気にしないんですよね。マジか、薬草持ってたか。ってことはこいつらもか。あ、持ってんね。使うことあるんだね。知らんかったな。ザッパさん、奴を倒すんです。かっこいい！すいよ、びっくりしたわ。言葉を失ったわ。いけタオちゃん。あれあれ、こっちのグラフィックはそのままなの？マジか、マジかよ、おい。それはちょっと嫌だな。もうちょっと頑張ってほしかったな。クライマックスももうちょっと頑張ってほしかったな。マジか。目に見えてへこむわ。マジか。次回から預けましょうかね。いや、バルバロイが強すぎてやべえんだが。もうちょっとうまいこと削りやってくれるかと思ったんだけど。マックス大丈夫かい、その1。あ、2。いいですね。残り2はいいですね。2やったら別の人で多分削ってくれるから。アンリ様は、あー、スナイパーがいますね。スナイパーおるけど、マックスの方が優先度高いでしょ。いけるいける。へい。いいね。ブレイズ様様やね。さあ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 。あー、来た、ゴングくん。頼むぞ。リング奪われたからって。ダメだリング奪われるとダメだ。まあ、あれはアモンかバルバロイかどっちかに倒してもらいましょう。アモンオアバルバロイ。あ、逃げるんす？逃げるんす？うん。で、アーサーで、この辺いるかい？アーサーでこっち行くかい？アーサーいいね。いいね。うん。アーサー、大出世だな。で、ここに立つことによって、こっち削るかい。安全に進むというよりは全員をまんべんなくレベル上げるみたいなところあるからね。防御参拝、いいね。強盗おじいちゃんいいよね。ラグ君もいいけど、強盗おじいちゃんもいいよね。どうするかな。ロー君待機で。あ、来ちゃった。あ、回復だ。いいね、ありがたいね。これは殴ってレベル上げの、
体力半分切らないと回復はしてこないんだね。なるほどね。そいつはもうほっとく。でーなー、しかしチップちゃんとかで回復するかい。ザッパ様はぶっちゃけもう使うとこなくなってきたな。あんな削ると思ってないから。キャ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 、バルバロイバルバロイバルバロイだよ。頼むぞ。デビュー戦だ。ウェイ、ナイス1ポイント。弱っ。1ポイントって。1ポイントって。もうちょっと頑張ってほしいな。まあ、レベル低いからしょうがないけどね。あ、固まっちゃった、あいつら。あの位置に、いい感じにほら並んだ。最初からそこ折れ。なんなん、もう。さて、チップちゃんだ。チップちゃんは回復に専念するかい？ちゃ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 、魔法魔法。レベル1でいいんだよ。マックスを回復。はいはいはい、はい。ヒールをかけてね、レベル上げるってのが定石だと思うんですよ。だって、どうするよ、アモン。アモンも攻撃仕掛けちゃうかい？あ、3いけるやん。やっぱ攻撃力20あるからね。3いけるやん。じゃあもうどんどんいっちゃおうよ。で、マックス最悪倒してもいいよ。最悪倒してもいい。多分倒せない。よし、素晴らしい。残り2は素晴らしい。で、アンリ様が、ブレイズで、こいつを削る。魔法使いは固定ダメージやから、経験値もそこそこ、稼げるからね。うん。毎回約束されてるようなもんやから。ほんでどうするよ。後藤じいちゃん回復だ。ゴング君は今回攻撃力全く縁がないからな。攻撃には加われないかもしれない。機動力も微妙だし。ゴング何がいいとこあるんや。ゴングいいとこないかもやな、そうやって考えると。ちょっと怖いからこっちで。スケルトンを攻撃するかい。バルバロイ、あ、アモンだ。アモン狙われたらちょっとしんどいから。ナイス、ハンス。相手は生き物じゃないからな。お前の実力を存分に発揮するんだ。来た。マックス狙いや。攻撃力高いからな、ハンターエルフ。うわっ、やべえ、シパパン、シパパン出た。シパパン出た。あべ、あ、スケルトンのターンじゃないよね。スケルトンのターンじゃない。スケルトンのターンじゃないよね。うめえな、おい。ハンターエルフやば。絶対首狙ってきたやろ、あいつ。膝どころじゃない、首やで、おい。首元をかっさばいてくる、なかなかやな。そりゃ、あの上半身だわ。あの上半身、あの屈強な肉体から放たれるやわ。確実に人体の急所を抑えてきやがる、こんにゃろう。やるんだ、ロー君。君がとどめを刺すんだ、絶対無理や、倒す。やるね。3のダメージを与えるってもんは大したもんやで、おい。骨相手に。これザッパ様ほんまに使うとこないな。なんで連れてきたし。なんで連れてきたし。ちょっとうろうろさせよう。タオちゃんももういいよ、もう。バルバロイ。君がとどめを刺せれたら最高なんだが、どうなるんだい。頑張れ。うわ、やった。必殺の一撃、13ポイント。やっぱハンターエルフは防御力がないからね。そのおかげやな。もうちょっとでバルバロイもレベルが上がるね。ぶっちゃけアモンよりもバルバロイの方が現状能力高いからね、うん、力の腕輪とかあるから今アモンの方が強めやけど、基本的にバルバロイの方が能力高め。初期の段階で防御力4も下がったからな。魔法ヒールレベル1とマックス。お、わお、マックス。どうした。よし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 。もうチップちゃんとか、基本的に僧侶はこれでレベル上げていきたいね。さあさあさあ、さあさあさあ、どうする、さあどうする。アモンハンは、ちょっと待機だな。マック君その辺で。森での戦いきついな。きついな、おい。
ハンス君も、ちょっと厳しいな。ハンス君一発もらうの、すごいしんどいから。やっぱ一気に囲んで倒せるような体勢じゃないとなかなか動けないね。アーサーもなんやかんやで防御力低いし。強盗おじいちゃん、強盾おじいちゃんとマックスぐらいしか盾になれるやついねえわ。あ、動かないのあいつら。動かない系っすか？いっちゃいますか？ザッパさん、ザッパやばいね。一人でいけるやん、ここのステージ。なんなんこいつ、ワーウルフやば。余計に使いどころないわ。難しいなおい。バルさんもこっちで動かないね。あいつは動かないのかな。遠距離からポコポコやっちゃうかい。うんうん。この辺で行っちゃうかい、行っちゃうかい。さすがにまずい気がするね。動きづらいな。行っちゃえ、行っちゃいまーす。よし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 。3ポイントのダメージから9の経験値、これを繰り返そう。余裕があるときはぼっこし行こう。お願いしまーす。キャッキャッ。残り6やな。あ、動きつらい、動きつらい、めちゃくちゃ動きづらい。あー、いいね、ハンス君がいいですね。うん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 。なんかここの戦いもすげえ楽勝な気がしてきたな。次回に回すか。お疲れ様でした。